続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてみてください。それでは本日のお客様をご紹介します。かつて装飾男子の言葉を生み出し、2009年流行語大賞トップ10にランクインしました。で、現在は最新著書、日本の女は100年経っても面白いが、実践発売中のコラムニスト、深沢真紀さんです。はい、ようこそいらっしゃいましたはい、深沢さん、ま、よろしくお願いします。ね、ゴールデンリス、うん、なんかここには、うん、あの、2回目なんです。大竹さんとはお休みです、はい <laughs>、おそはです、ね。<laughs> あの

ち地になろうって言ってであのそう本当によくしていただいている分析が本当普通なんです黒田さん黒田さんってちょっと可愛い顔しててちょっと可愛い顔ちょっと可愛い顔しててだいぶ偏差が高い女ですそうです頭いいですよね偏差値は高いんだ一つのスタが小学部元気でしたそうなんですかでもあれダメンズを

言われてみたら、<laughs> 俺、何言うのかなと思ったら。<laughs> すげのびっくりするぐらいつまらないこと言うから、使われないんだよね、あの人の発言って。私は一応、タックルだったらここは使われるかなとか、戦略を持っていくんですけど、あの人、どんな番組も真っ白でいくんで、その分析も、その通りだなと思って、大真面目にこの本の中で、くらたまさんを含める、その集団は、例えば勝間さんとか、倉らさんとか、それを、あきんどなって福沢さんは読んでるんどんなって 対局にあるのは何あ女ですか。侍女です。侍女とアキンド女。うん、はい。でアキンド女にはその今の倉玉と、はい、それからサイバラさんと。サイバラさんと、ね。アキンド女ってどういう意味なんですか。そうですね。うん、つまり私たちってあの仕事しだした時は女を売りにするなって。はい 言われてたところもあるんです私ね、女を売りにするのは全然悪くないと思って売れるもんなら何でも売ればいいと思っていて、それを最前線にやってるのは彼女たちなんですよ、つまりすべての結婚やすべての結婚、ね子育てから何から、すべてが商品商売になる。だけど、彼女たちがさらにすごいのは、憧れられてるわけじゃないわけですよ、罰、ねでちょっとなんか、仕事は成功してるけど、そんなに幸せなのかなみたいなところで。 言うとうん、うん、買ってくれる人は憧れて買ってくれるわけじゃなくてちょ,っとちょっと傷んでる大根だけど見、うん、つけるんだったらこれぐらいのほうがいいかしらみたいな <laughs>、うん、でもそれは新しいビジネスでうん、うん、つまり女を素敵に売るのは実は長く。 ファンはつかないんですよある時期の問題ある時期の問題その人に裏が見えてきちゃったりとかすることがあるけど、でも、このサイバラ式とか、クらタマ式だったら、何をやっても売れるわけですよ、だってこのあと離婚しようが何が起こるまか、そう商品になって、空見たことか、はい買いますってことになったりするで、勝馬さんに対する評価もね、どうなってるの勝馬さんに対す価いや、促成栽培には女は厳しいという。 そうなんです、勝間さんはなんていうかっと、売れてすぐに自分は美人だって本を出しちゃったんですよ。で、林真理子さんはすごく長い時間をかけて、自分は美人だって。やっと、お金もたくさんかけて。だからそれはみんなも見てるから、林さんが自分のこと美人だっていうのは、みんなも、だって林さんはあんなに長い時間とお金かけたんだから、そうだ、美人だって、それはもうみんなの意識としての美人なんですよ。日本舞踊そうです、そうですね。そうですよ。 でもうマンションがいくつ買えるかっていうらい。わ、うん、かんないぐらい。ね。着物買いに行って。<で>着物買いに行った。そう。でもその着物を借りて、その買った話。あれですよね。<laughs> 週刊誌に載ってますよ。自分で書いてますから、ね。そうなんですよ。あ、そう、あきんどんなだから。そうなの。 だけど、読者の人たちは、こんなに時間をかけて頑張ったんだから、林真理子さんが自分は美人だって本を出すのはでも、勝野さんは、昨日今日出てきて、美人だっていうのは、女の人はね、昨日今日に厳しいんですよ。厳しいですよ。そう、女だけですかね。男も厳しい。男は厳しくないですかいや、でも、もちろん、その、美人になったみたいなことを言い出す。だから、男の人も多分、昨日今日持て出した、あの、多分、男の芸人さんとかが持てたとか、急に言い出すのは厳しいと思います。 あの、最初からモテてる芸人さんとかならいいけど、俺急に売れてモテたんだよなっていうのは厳しいと思うんですけど、でも女子の方が厳しいと思いますね。美人って言っちゃうのって、だいぶバックボーンが必要じゃないですか。 まあ、バックボンも投資も必要だし、長い間、まあ、そのおっしゃる通り、その美人で売る期間はそんなに長くないですもんね。そうなんですよね。長くないくせに、まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、年取ってから美人って言い出したっていうことですかそうなんですね。あの、遅くデビューしてきて、急にやったんです遅くデビューして急に美人って。美人って言うと、いや、あなたはお金で来た人じゃないのって。お金の美貌じゃないよね。美貌じゃないよね。お金は銀行に預けるなとか年収が10倍って言ったのに、え、美人 欲しいのってなった時に林真知子さんは最初からルンルン買ってお家に帰ろうから私はモテなかったモテなかったつらいつらいなんで男は私を大事にしてくれないのってもう一貫性があるんですよなるほどねそれあの男はでも勝間さんじゃなんか美人のあれを求めてないですよそうなんですよそれもそうでしょそれもそうんですよね経済的にね求めてないんですけどそこちゃんともうじばっとそうですね気持ちのいい本いやそうですでもあれですよあの悪口みたいに聞こえてる かもしれないけど、悪口じゃないです、愛情と冷静な分析ですそうなんですよね、あきんどは全然あきんどで良くて、じゃあ、私はね、女を売るなとか、何をするなってたらおかしいと思う、売れるものは何でもいいし、その人やれで買う人がいるんだから、立派なもんですよ、あきんどでも時期短いとだからそこは、だからあきんどなんだから、いつ誰かの出荷時期と一番間違えちゃだめだって言ってんの。 なんか知らないけど、あれだ、林真理子さん、ものすごいよく修行僧のように、たぶね、土から作ってらっしゃったから、林先生は。山梨で土からお作りになったから、そこに桃を植えて、桃なんて、桃くりも3年かけ8年みたいなさ、そういうことをされたらそうなんだけど、なんかさ、もうプランターごと買ってきて、パーってかけて、ーって取れたトマトを出荷されて でもだめですよ、秋の女なら、素人さんならいいけど、ルンルンからね、小説書くまでものすごい、そうですよ直木賞までだって大変だったし、そこから結婚されてとか、いろいろ苦労があって、それをみんな知ってるから、その桃も買うわけですよ、その林の畑の桃は美味しそうじゃないですか、そうですよねあの年になっていろいろ自分でやってきて、それで今度ね、野心っていう本をね、そうですよ、こう。 長いくと野心がすべてかなってるのに勝間さん、またよくなくて、またね、こんな美人の本の次になったらね、有名人って本出して、私が有名人になりましたって本出しちゃったんですよ、早いでしょ、早いですよ、早い早い早いですよ、もうねもうね、ビニール栽培がひどすぎて、ちょっと邪気です、やっぱり露地栽培じゃないですか、培でね、ビニール栽培で美人とか、有名人とか言っちゃって。 それはちょっと、読者もやっぱり、しかかもそこ求めてないら夏に出すもの、冬に出しちゃったみたいな。お前、時期も間違えてんだろみたいな。もうこの寒いのにスイカかよみたいな、なんかそういう感じがね、秋きんど女として、は決して悪口じゃないです、本当、冷静に。だちょっとそこをもうちょっと計算され直されると、自分が秋きんど女としての市場を、獲得できるもうちょっと畑を探しに行ったほうがいいね。ベランダ じゃあ育たない父から、土からいかないとね、毎日水やんそうですよ、だってお金のことは彼女は土からやってるから当たったんだもん、お金のには父から身そうなんですよ、土からで当たった人がね、プランターでやるのはね、これね、ちょっとこれ、も本当、録音して送っちゃいというか、私もね、どうせまた誰かがネットにアップするわと思って、今、ブルーになってます。 今ね、今ね、まあ、ね言葉はね、消えていくからよかったなのに、うん、のにね、だからテレビの画像も消えてね、いくらよかったのに。すぐに起こされるんですよみんな残してね、もう、あの、本当になんか、あれですよ、今なんか、 なんかこう、アメリカで話題になってるね、忘れられる権利、そうなんです、でも私、この番組2年前、2年ぶりに出るんで、検索したら2年前、起こしてる人がいたんで、復習してきちゃっあ本当ですか、起こしてる人、非合法な起こしを読んでる非合法な起こしを自分で起こしちゃった、読んじゃった、ああ、やっぱ起こしてる人いるなと思って、そういう時代になっちゃいましたけども、もともとこの業界には。 青春の門を読みになっい。そうなんです、よねなんかね、そんな世代の子じゃないんですよ、しかも小学校の時ににのそんなまるで大竹さんの世代みたいですけど、大人ばっかじゃないですよね、だいぶっかり2近く離れてますね、だいぶ違うんですけど、あんまりね、メンタリティーがこの世代と、大竹世代と同じらしいなんですよ、だから、青春の門を読んだ時に、本当に主人公が血を折るんですよ、ってね僕ら、その青春の門は実写版というか、当時、当時のまんまで読んでますからね、それ遅れて読んだってことは。 れで読んかっこいい血を売ってアンパンと牛乳マジ素敵と思ったんですみんながキャンディーキャンディーとか読んでテリウスとか言ってるのに私だけが青春のもんで早稲田に行って学生運動して血を売るべと思ったんですよみんなキャンディーキャンディーやってるのにみんながなんか王子様がとか言ってるのに私はマジ血を売るしあと炭鉱で労働葬儀やろうって思ってたんですよそんな時代ではないのにそんな時代じゃないですよ炭鉱なかったんですよないんだけど あまりにも青春のもんがよくできてるし、何話もあるじゃないですか、あれ。あれを真剣に読んで、もう話が出る。この辺ありますもんね。話が出るほど読んで。そう五木ひろしさんに今お会いになったらどういうものでもね、そこからその後のなんかエロい小説があまりにもエロくないので、ちょっと、四季シリーズにはちょっと。あ四季シリーズちょっとなだそっちにはいかなきゃやっぱりね、あの、本人がダメだった頃を正直に書いてるのがいいんです。あの人もちょっと、促成栽培に行っちゃって、土時代の時の作品は良かったんです。だって、時を越えて今死んだんじゃないですか。 いいいいやですね、古澤さんとの人間に対するね、辛辣な目線っていうか、いや、でも、その、でも若いころはね、青春のもんで、もう、憧れて、それで、そういう生活は実際なかったんですけどもうバブル期ですから、私が、ただあのやっぱりバカなんで、二分っていう夜の学部に入りまして、だからそれはね、夜6時、9時っていう、でも本当、五郎、六郎の同級生しかいないの。 逆に深田さん楽しんだんだ。だ面白そうと思って入った時にに。第二文学文ですか。第二文学,文学,二文学と、ね、もういないんですけど、はいはい、あの田森さんとか吉永野泰夫さ,さんがいたところですよね。もう本当に、うん、あの本当にあのトラックの運転手が2年間。うんうん オープン社のラジオ講座を聞いたら、自分に受かっちゃったとか、そういう人が来ちゃうんですよ、それでね、あまりにも世間経験がないから、マキさんにお願いがありますって、何言ったら、マクドナルドに入ったことがない怖くて入れないって、一緒に、そう一緒に入ってとか、そういういろんな人が来たんで、大学というよりはちょっと人間動物園みたいな、だからもともとそういう人のことを考えるのが好きだったのに、すごい動物園だったんで、自分も十分動物だったんですけど、でも、恐らくそれで楽しかった。 それでてどうするんですかそれでやっぱり やっぱり出業界のに行くんでですすかそうね私が高校の時はまだ古吸法がなくて、女子就職がないと思ってたんですよ、そしたらなんかね、私たちの就職手帳っていう見込みを早稲田の先輩たちがやっていて、それもあったんで、私たちの就職手帳っていう見込みで、学生がやってる見込みなのに、当時1万5千部ぐらい売れてたんです学生がやってたんです学生がやってたんで、全国の書店でちゃんと売ってたんです、女子学生の就職のことだけをやる見込みを年に回出す。それで本当にいろんな方取材して ふみさんとか上野千鶴子さんとかに取材して、上野千鶴子さんが、あなた面白いから、私の大学で講演しないって逆スカウトされて、そうなんですよ、大学3年生だったんですけど、この調子だったんですよね、大学三年のさんにそれで、早稲田大学の女子学生、京都に来るってわけのわからない講演をやらされて、それで、京都の女子学生は相手に、この調子だったら、東京は怖いなって思われて、東京もみんなこんなじゃないで上野さんに講って。 たんか就職の相談に乗ってくださいって言っていろいろ相談をして、はい、で上野さんがいろいろ紹介してくださったところが出版社があって入りました。 さっきちょっと、侍男子のことば、侍女侍女、聞き遅れましたけども、ちょっと話先に、装飾男子の方を先に行かないと間に合わないこの装飾男子っていう、本人はあんまり褒め言葉だったんです。っていじな褒めすよねそうですね、だからもうはっきりして、女性誌が私たちが持てないのは装飾男子のせい、メーカーが俺たちが作ったものが売れないのは装飾男子のせいって、人がね、自分のことを悪くしないために使われちゃったんですよ。最初男子ってどううい みんな褒め言葉だったもともと本当にガツガツしてなくて、うん、女の子とも友達になれるし、うん、家族や地元も大事にするし、うん、というようなつもりだったし、装飾っていうのは別に動物っていうだけじゃなくて、うんまあ、日本は仏教の国だから、装飾の人は精神性が高いっていう時代が長かったじゃないですか。だだからちょっと大人だな って思ってて、うん、なんかもうどれだけ女にモテたかとか、うん、その,のそういう肉食系の男のね、はい、この男自慢みたいなそうです、ね、世界とほど遠いところにある本当の崇高な、まあ崇高じゃないですも優しく きしいというか、きやさしいというか、だから例えば、スウェーデン食わうのは男の恥って言葉が分からないんですよ。はいはい。何ですか、それ送り狼、何ですか、それっていう。ちゃんと送ってくるかちゃんと送りますし、お見舞いに行った女の子はお見舞いだけして帰るんですよ。で、なんで手を出さないえ、病気の人に手を出すってどういうことですかどう考えても、そっちの方も正しいって私は思うんだけど、なんか、そういう意味では、非常にこう、優しくて、地元愛が強くて、私たちのときは結 出してほしいと思ってないですよね。思ってないでしょうね。<laughs> ね、ほこらかみさんが若い時は大変いろんなことがあったでしょうけど、<laughs> ね、そっとしておいてくれっていうね。<laughs> そうですよね。それはじゃない。だって、あの、できそう、でも顔ら病。病気でもっていう、なんかこう <laughs> 病<気>、病気の女が好きって人もまたいますけどね。男の人でね。<laughs> ちょっと普段より弱そうに見えるって。そうですね。<laughs> そういうことじゃない、そういうプレイじゃないんで、今の若い人たちって。そうです。すみませんでした。はい、ごく健康な時に、そういうことはしましょうよ。<laughs> はい

いや、それはそれでいいんですよ、チャンスのない時代だったからね、それはもうさ、配給制の米みたいなもんだったんだから、昔は女の子、今はそんなことないからね、ちょっと今ね、配給方みたいになってるそうそうそう、大丈夫、大丈夫、でも、装飾男子がそういう言葉の使われ方して、ご本人としてはとても不本意なわけですもね本当に嫌で、だから私、もともと編集者で、裏方って、本当、あんま表に出たくない、面倒くさいんですよ。 の方が楽しでももうしょうがないので、うん、違うってことを言うためにやってるんですけどもう45年経って。 てるんですけど、出して、全然浸透しないんで。しないですね。流行語はすごいですね。人あれ出してたら、もう、私が作ったのに、私の決めることじゃない。みたい、だから、生まれた子供が、さあ、アメリカの大統領になったみたいな気持ちですよ。なんか、そうな育ち方をしたみたいな。なるほど。もう遠くに行っちゃったみたいな。でも、なんか、私ともう違う政策をしてるみたいなね、大統領になったのに、あんな核、核を増やしてみたいな、そういう気持ちです。なんか。そうですか。やっぱじゃ。 あの忘れたい権利がね、やっぱりちゃんと大統領になったからにもあるわけでそうなんですよ、だから、結構みんな責任取らないんですよ、自分の言ったことに、私、編集者としてそれはずっと嫌だなと思ってて、おめえが言ったんだから、おめえが最後までケツを老けってずっと思ってたんで、だから、もともと思ってたことになって、相当。 しんどどいですけねだって、同じことをもう200回も200回も300回も講演とか原稿とかでやってるんですけど、直んないですよ、直んない、ただまあ、私に会った人はそれを面白く知るので、なんかあるあるネタみたいな感じで、本人に会ったら本人は違ったみたいな、面白しネタみたいな、なんか都市伝説みたいになってますよ、なんか。時代の中でそういう言葉が流行って、そうやって、そのてんですか、今、その面白くない感じっていうのは、その言った言葉に責任 責任を持たない男たち政治家も増えてますけどもそっちのことに関してはどうお考えですか、はい、もうそれは本当に私何が嫌いって中途半端な既得権益を守るために生きてるおじさんとおばさんが大嫌いなんですよだから今の若者はとか今の日本はとかドヤ顔なんだけど今どの時代の何が良かったかもってもい って思うんですよね。理想とするものを持ってくればいいのに、うん、すぐになんか、うん、俺たちが若い頃よかった。本当かって思うんですよ。はい、ねとか、俺はこんなことやったって調べたら全然違うん、ね、やっぱり。<laughs> どうも違うぞとか。ねうんねうん でもやっぱり人間って自分を守るために、年を取る方が世間が狭くなるから、それをね、年寄りたちは知らないよね、そうなんですよ僕なんか思うけど、年取ったら世間狭くなる、めっちゃ狭くなるし、視野も狭くなる、見解も狭くなるし、行く場所も限られるし、嫌なとこ行かなくなっちゃうから、もう同じ路地ずっと歩いてるようなもん、年寄りは、年取ってきたらね、それが分かってない。 なのに自分は長く生きてきたから聞く価値のある意見があると思ってるんだけど、聞く価値なんかないからね。 っていう。本当にね、どんどんこうやって仕事がなくなっていくんだけど、大丈夫かなそうなんですよ。でね、やっぱりね、どういう人がいいかっていうと、私も大竹さんも多分ね、子供っぽいんだと思うんですよ。子供、若い時に、上の人にあった嫌な目がまだ忘れられないとか、ああはなるまいとか、本当にその言ってることの意味はどこにあるんだとかっていうことを、裸の王様を指摘する子供みたいな気持ちなんですか。あかもしれないですよ。いつでもね。俺、子供のこと、うちの親父のね、 すね毛が生えててね、まあとすね毛がボーぼ生えてて、<laughs> もう俺、大きくなったらああなるのだけは絶対やめようと思ってもなっちゃうんですけどね、心に消えないぐらい、やっぱでもいや、たぶんそうだな、忘れないでしょ、うん、そういうこと、うん、そうそうそう、これが男の象徴だとは、どっかで思えないんですよね、うん、俺はこれを嫌っていたっていう気持ちが自由にならないんですよね、うんあうん、あ僕はあのよくあのそういう、はい、反論の意味ではあのーあのー、国民を幸せにってね。 よく言ってくれその国民って誰のことだとどこにいるんだと俺かと。うん、どこにいるんだそいつらは。うん、沖縄か福島かどこにいるんだって。幸せな国民、うん、市民たちを幸せにするためにって、お前どこを幸せにしようとしてるんだと。 だか,だから私なんかもコメンテーターで呼ばれて、期待されるのは同じ女としてとかってことを期待されるんだけど、うん、同じ女ってどこかって思うんですよ。同じじゃないし、いい女はね、一括りに一丸じゃないっていう、うん、そうですよ、ね、いや、女はむしろバラバラな方がよくて、ね、あの政治家も、今だから例えばね、高市早苗さんと野田聖子さん同じ自民党でも意見が違う、ああはい、女の争いとかってけど、違うよ、女の争いじゃなくて、政治家は意見が違って、当たり前だねそれを女の争いとか、 まあ、だからいや、でも、マチさんなんかはちょっと局、はい、のアナウンサーとして、ちょっと建前を前面に出して、はいこう、生きてこなくちゃいけなかった、はい、っていうと、ちょっと。<も> そうでも私、すごく深澤さんの考えに近くて、うん、いいんです女子アナって呼ばれて、うん、そういう人たちもいてもよくて、うん、でも私はタイプとして、実はそういう女子アナっぽくなくて、うん、あの子供の頃から実は男の子になりたかったタイプ、どっちかとどっちかというと、ん、どっちかというと、ただ、あのー、なんか早くにちょっと自分で介護を経験しちゃったもので、そういう意味で、ふと、あ私、女でよかったなって思った。 もあったりして私の中にもいろんな面が、そう、あるんですよね。だから、こう、どっちもあっていいと思うんですね。綺麗でもずっといたいと思うけども、そうじゃない部分で勝負したいみたいなとこもあったりして。なるほど。でも、今日はもう時間もあっともたし、べらべらしゃべって、あれでしたけど、今日ちょっと、あの、課題として、あの、侍女がちょっと残っちゃいましたけど、これ、あの、次回来たら、なるべく早めに来ていただいて、今日は五本の紹介の方をさせていただきます。深さんのの最新著書日本女は 100年経っても面白い。はい。はですね、経験ベストセラーズから1512円で発売中です。ぜひね、手に取っていただきたいと思います。はい、ぜひぜひ。はい、いろんな方が分析されちゃってます。はい。いやー、もう本当その既得権益やろうって言われないようにね。本当です。もう自分でも注意していきないけない。いや、大竹さんは心配なぐらいですね。あ、既得権益を守らなすぎて。もうちょっと守ってください。ですかいいかな、そろそろ。少し権力を私たちに使ってください。あ、そうですか。大竹さんはありがとう、ありがとうございますた。次、大竹さん。